バニラスカイ。女の子はハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイは一人寂しくお届けしますが、最後までお付き合いください。今夜は早速皆さんにいつものありがとうとね、そして皆さんが皆さんらしくハッピーでありますようにという思いを込め込めしまして、ラブレターズという私の曲をお届けしたいと思います。皆さんの大事な方を思い浮かべてお聴きください。ラブレターズ。幸せのピース今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を綴っていく明日。
けた、いつもありがとう。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな僕らを奮い立たせる愛、言葉は世界を変えていくために必要な I love you。 ずっとずっとそばにいよう、ずっと君の笑顔とこの世界に Kiss ラブレターズ、お聞きいただきました。皆さん、この1週間いかがお過ごしでしたか？もうすっかりね、梅雨に入っちゃいましたね。鹿児島もいっぱい雨が降っております。去年はさ、梅雨の時期雨が降らなくてなんか困ってた印象だったので、今年は梅雨って呼べるくらいね、ちゃんと雨が降ってますね。沖縄は大丈夫ですかね、皆さん。やっぱりジメジメするのがね、ちょっと苦手だなっていう方多いでしょうし、まあ雨が降るとね、動きがこう制限されるというか、外に出るのも億劫だなって感じる方も多いと思うので、まあいろいろとね、こう雨の対策、なんていうのかな、雨と上手に付き合う方法をね、皆さんご存知かと思います。私はね、あの湿度を、まあ、いいくらいに保ってね、カラッとした部屋の中に、まあ、涼しい部屋の中にいるのが私は好きですね。雨の日ってさ、どこからこの水は来たんだってくらいジメジメしますよね。だからさ、それをこうエアコンで取り除いてみたり、除湿機使ってみたり、カラッとサラッと部屋の中がすると、あ、なんか気持ちいいなっていう感じでね、私は癒しの空間になりますが、まあ私はね、意外とこう平和主義でね、のほほんとしちゃうので、あんまりこう気にしないことは本当に気にしない、あんまりって言ったけど、本当にね、気にしないって決めたことは気にしないんですけど、まあとはいえね、人なのでね、やっぱり人の言葉とか、まあいろいろ気になるときは気になるわけですよ。でね、もう最近はさすがに1年以上経ってね、このコロナ禍の影響を受けましてね、もうどうしましょうって感じですね。本当に、まあ、歌う本番もまあないですし、制作の方もね、やっぱりこういつもみたいにさ、こう活気づいてるわけではないんですよね。だからね、まあ明日も、まあ、1ヶ月後は過ごせるけど、2ヶ月先がわからないとかさ、本当1ヶ月2ヶ月、まあ明日明後日の話に近いような状況になってますからね。でもさ、私だけじゃないんだよね、こういう状況プラス、あと本当に仕事ができないっていう方、お家から出れないっていう方もいっぱいいらっしゃるわけで、まあね、なんか一人じゃないなって、じゃあいろんな方法でね、こう生きていくしかないなと。私も一家の大黒柱なのでね、ちょっといろいろ思いますけど、まあでもしょうがないよね、しょうがない。だからみんなでこうハッピーなね、ものをいっぱい集めて過ごしていきましょうね。ではここでハピモノのコーナーでございます。ハピモノとは、陽子自身をハッピーにしてくれるものや、ハッピーにしてること、ハッピーにしてくれることをですね、あの皆さんに紹介するコーナーでございます。私はですね、今回ご紹介したいのは、新調しましたパソコンでございます。音楽をする方々は結構ね、 Windows より Mac の方が多くて、私も iPhone を使い、 iMac を使い、 MacBook Pro を使いと、 Mac 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 なんですけれども、今回はですね、音楽を自分でこう作詞作曲するときにメモができるようなね、ソフトはあったんですけれども、それだけじゃ、アレンジする仕事をの勉強もできないので、パソコンを新調しまして、ソフトをねきちんと導入しまして、アレンジャーの仕事ができるように勉強中でございます。ぜひね、皆さん陽子のお尻を叩いてあげてください。頑張れよと
陽子アレンジャーになるって決めただろうと、もうとことん突き進めようと、そして東京ドームコンサートに一歩でも近づけようと、大きな声で陽子をね、ぜひぜひぜひとも、あんまり痛く叩かないでねっていう感じでね、お尻ペンペンしてやってください。じゃないとね、陽子もさすがにもうこの1年以上コロナ禍の影響を受けて、もう感謝ばかりで生きてまいりましたが、ちょっともう人ってやっぱりめげるんじゃないかなというね、状況にはありますね。なのでぜひぜひ、あの合わせてこのラジオのスポンサーさんも募集しておりますので、ぜひぜひぜひそちらもご検討くださいませ。一緒に沖縄から、そして鹿児島を拠点に世界中へ発信していきたい、そういう熱い心をね、一緒に持っていただける方大募集中です。よろしくお願いします。ヨコのハピモノのパソコンなんですけれども、ヨコはね Windows のパソコンでいっぱい事務作業とかをしてたこともありまして、で Mac に代わって Mac で仕事をするようになりまして、どちらともねそれとなく使えるっちゃ使えるんですけどね、一つね、あの最近問題なのは、その Windows がとか Mac がとかそういうレベルじゃなくて、あれかな、ブルーライトもうね目がシュパシュパする。多分ね、散々最近こうパソコン見すぎたりとかさ、こう偏った生活をしてたツケが回ってきたんでしょうね。目がシュパシュパするもう笑いましょう。なのでね、あのうちの娘にも言うんですけどね、やっぱりさ、こう目を悪くするタイミングってみんな違うと思うんだけど、目が悪くなる条件ってみんな一緒だと思うんだよね。やっぱ酷使することはその人その人でさ、やっぱりこうどんだけ寿命があるかわからないけど、やっぱ使いすぎって良くないなと思って、よこはね最近部屋の中ばっかりなので、もう島に移り住みたいなと思うくらいでございますが、もうほんとね緑をね、そして海を、青空をいっぱい見たい、沖縄に住みたい、そして目を大事にしながらパソコンで音楽の仕事をしたい、そんなねそんなことできたら幸せだよね、本当に幸せだよね。いやさ、幸せだよ、もうさ、いいよ、いや沖縄住みたくなりました、行きたいな、住んじゃおうかな。いや本当にね、うちの子が今中学校2年生でしょう、あと1年ちょっとしたらまたさ新しいね節目、高校生始まるからさ、もうどこに住んでどういう活動をしようかなって思ってるんですよね。ぜひ皆さん、ここいいよっていうね、あのよくここに移り住んだらっていうアドバイスをお待ちしてますんで、ぜひぜひメッセージください。あ、そうそう、今日はね、あのメッセージいただけなくてちょっと寂しかったんですけれども、いつも皆さんねお聞きくださりありがとうございます。来週はね生配信ライブを行いますので、ぜひそちらも一緒に楽しめたらと思います。ではそちらの方はね、ちょっと後ほど詳しくご紹介したいと思います。ではここで一曲お聴きいただきたいと思います。みんなのことが大好きだよという私の愛を込めて、キス&ハグ。どこを切り取っても隙がいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように、抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you。 ずっとずっとそばにいよう。
事や傷つけ合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろうみんなが幸せでありますように愛し合うことでこんなにも力が生まれるならみんなの思い集めて届けるよ次の世界へ今一つになろうこの広い星の中に愛を伝えたい君がいる何があっても心は抱きしめ合っているからいつかこの日々が思い出になる時も愛言葉は僕の中で生き続ける変わらない I love you ずっとずっとそばにいよう愛しくてたまらない守り抜きたいよ特別な いつもありがとうこの広い空の下に愛を伝えたい君がいるいつでも心は抱きしめ合っているからちっぽけな僕らを奮い立たせる愛言葉は世界を変えていくために必要な愛&ハグお聞きいただきました。それではここで来週の生配信ライブの告知をさせてください。5月28日金曜日夜8時より KKB 鹿児島放送公式アプリカプリのみのね配信となります。今回はいつもはですね無料配信をしていたんですけれども今回は KKB 鹿児島放送さんのねカプリからしか見れないというスタイルになってしまいましてチケットをご購入いただきましてねご視聴いただけます。1人1回ね視聴していただくのに2000円なんですけれどもこのチケットは翌日翌々日この3日間ね結局5月28日の金曜日29日の土曜日30日の日曜日この3日間同じ時間夜8時から生配信が28日ですが29、30はアーカイブ放送としてご覧いただけますね。このチケット1回購入していただくだけで3回見ていただけるんですけれどもそういうスタイルで今回は生配信ライブを行います。 Choose Happiness Vol. 10ということで皆さんと一緒にリクエストを募集した中でねセットリストを作っていきまして一緒にライブを作っていきたいと思っております。え、陽子がこの曲歌うのとかこの曲歌ってほしいな、もちろん私の曲やそしてカバー曲何でもリクエスト募集してますのでぜひぜひチケット購入の際にねメッセージくださいね。詳しくは陽子のオフィシャルホームページそしてSNS でも発信しております。ぜひそちらをチェックしてください。ホームページは yoko 陽子鹿児島
でも出てきますし、ようこ japan.com というふうに打っていただきますとすぐ出てきますのでね、ぜひチェックしてください。お願いいたします。今回もピアノは北園真由美さんの素敵な音色でねお届けします。2人でねイチャイチャとね音時間発信しますので、ぜひ一緒に楽しんでください。よろしくお願いします。ぜひこの時期に雨に負けずに車の中でガンガン聴いてガンガン歌ってほしいと思ってます。ドライブソング Can't Stop My Heart お聴きください。バニラスカイ、皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。今週は一人寂しくお届けしましたけれども、来週はねうちの姫にまたゲストで出てもらえたらわちゃわちゃ楽しいかなと思いますので、皆さんのメッセージやリクエストとともに楽しくお届けできることを私自身も楽しみにしてます。そしてねこの梅雨の時期視界が悪かったりしてね、もう運転も危なかったり、歩いててもね前が見えなかったりしますからね、ぜひ交通安全気をつけて、そして何よりも体調管理ね気をつけてくださいね。梅雨の時期にもウイルスはやってきますからね、だから手洗いうがい、そしてお互いに声かけね、おはようとかおやすみとか、家族でもなかなかねないがしろにしがちな、雑に扱いがちな日常の挨拶ほど皆さんの心を免疫力を高めてくれると思いますので、愛情を育みながら毎日この1週間もお過ごしくださいね。ようこも来週皆さんの元気な姿でお聞きいただけることを楽しみにしています。それでは今週もありがとうございました。この1週間皆さんらしくめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。それでは一緒にバイバイハッピー。